赤い糸。ロードするファイルを選ぶべし。じゃあそれでいい？でもつづらちゃん、こんなことをしなくても主を別の安全なものに変えたりは。ケイお姉さんは粘土で人形を作れますか？うまいかどうかはともかく、できるよ。では、石ではどうでしょう？最初から人の形に似てる石なら、顔を描いたりして。ピンと来てくださったようですね。変造術も似たようなものなのですよ。変える対象なんかによって必要になる力もかなり変わってくるわけです。それでですね、その今の私の力では分かってるよ。では、ケイお姉さん。いただきます。どうぞ。別にいいんだよ。ちょっとぐらい痛いのは最初から分かってたことだもん。だけどつづらちゃん、なんでしょうか。つづらちゃんのその格好って剣士尖って牙になってて血を吸うのに向いてるよね。だはは、これは単に尾花譲りのデフォルトでして、別にそういうタイは。そういうのでは。じゃあ、吸ってる間、触らせてもらうね。ほらほら、我慢できるんなら、たくさん吸ってもいいんだよ。
うですね。お柱様をちゃんとするにはかなりの力が必要なんですけど。それじゃあつづらちゃんも頑張ろうね。ひどい目に遭いました。災難だったね。災難でした。